名前を呼ばれ、信じられなくてまだ足が震えています、としながらも、プチ嬉しい、と広島弁で喜びを語った。今年の選考は、自分らしく生きているナチュラルガールをテーマに行われた。自身の強みを、笑顔、とする塚本さんは、颯爽とモデルウォークで登場した直後に顔面選択バサミのセルフ罰ゲームを披露し、明るいギャップで会場を魅了、あの顔を晒したので怖いものはない、と笑い、 私のコンセプトは、目指せ出川ガ,ガール。綺麗なモデルさんと両立しながら、みんなを楽しませる出川ガ,ガールになりたいです、と話した。父は、プロ野球広島の元選手で、90年引退後に競輪選手として活躍した塚本前之氏、53、父からメンタルの強さを受け継いだ。プロで努力してきた姿を尊敬しています。私も強い気持ちを持ってどんなことにも頑張れる人になりたい。 家族への感謝を語ると涙声になり、これはゴールではなくスタート。納得してもらえる努力をしていく、と語った。塚本連の葉、塚本このは2004年平成16。10月26日、広島県生まれ、3人姉妹の末っ子。昨年に続き2度目の挑戦でスカウトキャラバングランプリを射止めた。趣味はスポーツ観戦、食べること。 特技は9年間続けていたバレーボール。憧れの存在は綾瀬はるか、中条あやみ。167センチ、血液型 A。ホリプロタレントスカウトキャラバン1976年、アキラ51にスタートしたホリプロ伝統のオーディションで、第1回グランプリの坂木原育英以降多くのスターを輩出。 主な受賞者に井森美幸、第9回、山瀬真美、第10回、戸田奈第15回、佐藤ひとみ第20回、平山綾、第23回、綾瀬はるか第25回イコール特別賞。石原さとみ第27回、足立理香、第32回、井上桜、第40回イコール特別賞、など。